ヘンディさん、ウルハ城の一緒にお酒飲みたい人について話切り抜き見ましたか？見てないね。見てへんね。失礼いたしました。ヘンディさんの名前上がったんで、よかったら見てみてください。見てみる。お嬢がの話をするなんてめちゃくちゃ珍しいんじゃない？見てみようか。どうする？これで見てみて、絶対飲みたくないのはこの人みたいな言われたらどうする？そっちかい！そっちなんかい！見えてんな、これな。家庭の話で飲めるなら誰と飲みたい？誰と飲みたいっていう感覚が分かんないんだけど、誰と飲みた見いってみてま聞しかょうれたときや。どういうので選ぶの？見てみましょう普段や。壁ありそうだけど、もっと踏み込んで話したい人とか、腹割って話せそうな人とか、仲良くなりたい人とか、普段は話しにくい感じあるけど話してみたいなっていう人。誰だろう？ヘンディさん。すごい今具体的な人出てきた。ヘンディさん、遊ぼう結よ。構一緒にの場にいることはあるんだけど、ヘンディさんとめっちゃ仲いいわけじゃないそうんやだよ。ね、そうやね、そうやでもね。ヘンディさんと仲良くはなりたいんよな、すごく。めっちゃ嬉しくない？もうブイスコでお酒強めっくなちゃい嬉かしくら、ない？もこうれ。わかんない。遊ぼうよ、遊なんぼうか酒よ。飲まない。結婚式行きたい。祝福できるタイプ、祝福できる。わ、人の幸せ祝福できないタイプっているよな、いマジるでいわかる。る。マジでわかる。超そのいタイるよプ。でね。も結婚式はもうね、最終形態だから、す祝ごい福でき共るタ感イでプ。きると思ったら違うタイプやったわ。わ、わ。人の幸せ祝福できないタイな、プっおているうのおはマジでるおるおる。わかるわ。ね、そういう人超おそのるタイプ。でも結婚式はもうね、最終形態だから、すごい祝える。お嬢友も？達の、何？いや、ちょっとびっそくりの、したわ、今。宝くじも当たっちいゃや、さすがお嬢やったら、なーっどうて。せやっぱなそういら。うの赤いよなって、祝福で結き婚る式は全人じ然。ゃないと赤いよなーからの、スンっ知てなっ名たのわ、キス今。見るためにさんま。でも嬉しいな、普通に嬉しかったな。でもなんかね、ちょっとね、ちらっとね、そういう系の話はね、したことはあるんよね。もしね、二人になると、普通に気まずいっていう話を したことがある。配信始まりか、配信終わり、ちょろっと話すだけ話した時やったか、どっちか忘れたけど、普通に二人になったら気まずい。確かにねっていう話をしたことはある。ああ、シンプルに嬉しいな。エンディは誰と行きたい？あんた。一回マジで会ってみたいなとは思うね。マジで一回会ってみたいなと思う。あんたさんは。お、ちょっとなんか、いいおっぱいの3要素とは何でしょう？これ見ましょう、みんなで。DD カップって C と D の間なんだよ。そんなで、んの？ CC カップが C と B の間なんだよ。そんなだの？から AA カップって A カップよりちっちゃいんだよ。え？知らんかったっしょ。知らんかった。これね、女しか知らんから、これ知ったらみんな女になれる今日から。やだ。胸は大きさじゃない、誰についてるかが重要だ。あと形 形、大きさ、感度でしょ。なんか男の人が言うやつって、こいつ何のなんか話ほんしとてバんカだの？よね。あ、違う、形、色、感度じゃない？色？確か。どういうことやね。気バ持カちバ悪カコメント来た。マジでキショイ。振り向き何センチだよ。ブルーンってちなみに私は34センチ。ブルーンってこと。振り向きがね。まあ一応ロー戦士。何がとは言わないけど。終わった。